まずですね、盲ろう者、先ほど言ったように視覚と聴覚の両方に、障害のある人ですが、全国に1万4000人いるというふうに推計されています。これはですね、視覚と聴覚両方の障害が手帳に記載されている人、その人だけで1万4000人いるということですね。まあ、ちょっと多いのか少ないのか、ちょっとわかりにくいので、視覚障害者の人数、聴覚障害者の人数も合わせてここに掲載しておりますが、大体ですね、それぞれ30万人ずつぐらい、視覚障害者も聴覚障害者もいるという状況ですが、割合的に言うと視覚障害者の 5%、聴覚障害者の 5% 程度ですね。まあ、ですので、視覚障害者が20人集まれば1人は耳にも障害があるかもしれない、聴覚障害者が20人集まれば、1人は目にも障害があるかもしれない。まあ、そのくらいの割合になるかと思います。で、盲ろう者の、盲ろう者の人数と属性ということで、こちらに表がございます。まあ、1万4000人ほどいる盲ろう者の中で、この年齢層を見てみますとですね、非常にその、まあ、高齢の方の数がね、多いというのが、こちらから、こちらの表からも言えるかと思います。老年人口という65歳以上の方が約8割程度を占めているという状況で、やはり加齢に伴って、朦朧になる方、目と耳の両方に障害を負う方が、まあ、多いという実情があるかと思います。で、朦朧と、まあ、一口に言ってもいろんな状態があります。はい、こちらの、表にありますように、視覚、聴覚の状態程度によって4つの分類に分けられるということですね。例えば、見えない、聞こえないという全盲ろう、聞こえない、見えにくい弱視ろう、見えない、聞こえにくい、全盲難聴、見えにくい、聞こえにくい弱視難聴というね、4分類があるというふうに言われています。まあ、盲ろうという言葉から、まあ、盲ろう者は全員全く見えない、聞こえない人だというふうに、まあ、誤解されがちなんですけれども、まあ、視覚、聴覚の重複障害者ですからね、様々な状態、見え方、聞こえ方の状態があるということです。で、この4分類、まあ、これはこれで、意味がありまして、何かというとですね、コミュニケーションにおいては、どの感覚を活用してコミュニケーションを取るのか。この4分類が分かることで、まあ、目星がつくというところですね。障害の、程度を把握することで、どの感覚を活用して、コミュニケーションを取るか、検討をつけることができるということです。はい。まあ、例えばですね、弱視難聴とか、全盲難聴、まあ、聞こえにくい盲ろう者の場合は、まあ、聞こえにくい聴覚を活用しつつではありますが、まあ、他者の音声を聴覚で聞き取るという方法を取ると。ただ、その聴覚の活用ができない、でも視覚の活用が可能であるような弱視ろうの人であれば、今度はね、視覚を活用してコミュニケーションを取ると。視覚も聴覚も活用が難しい全盲ろうの盲ろう者であれば、まあ、視覚聴覚ではなく、触覚を活用してコミュニケーションを取ると。いったような形で、どんな障害の状態、程度なのか。これとですね、コミュニケーションの際に使用する感覚が、まあ、ある程度結びついているということは言えるかと思います。で、実態としてはですね、円グラフにありますように、全盲難聴、弱視難聴の盲ろうの方が約7割を占めていて、まあ、盲ろう者といえども、まあ、
聴覚を活用してコミュニケーションを取る方が割合として多いという状況になっています。それからですね、もう一つ大事な4分類というのがあります。これは受傷軽蔑4分類と呼ばれるものですね。視覚障害の受傷時期、そして聴覚障害の受傷時期、これによって4つのね、区分けがありますよ、分類がありますよということです。このようにですね、障害を発症した時期を把握することで、どのように教育を受け、どのような文字言語を獲得してきたのか検討をつけることができるということになっています。例えばですね、盲ベースの盲ろう者と言われる、先天の視覚障害で後天の聴覚障害の人であれば、先天の視覚障害があるので、例えば点字なんかを、習得してきた可能性があるということですね。一方で、ローベースの盲ろう者であれば、先天の聴覚障害、中途の視覚障害ですので、それこそね、先ほど申し上げたように学歴の時に、もしかしたら手話をね、身につけているかもしれないということで、こんなようなね、受賞経緯、というのがね、文字言語の獲得に、ある程度結びついている部分があるということです。はい、ということで、今、障害の状態程度、そして受傷経緯という、それぞれの4分類についてお話ししましたが、様々なね、見え方、聞こえ方、また、朦朧になるまでの経緯があるということで、朦朧者、視覚聴覚二重障害の人のね、コミュニケーション方法は本当に様々あるということになっています。